はい、それではイラストレーターの作業ですけれども、まずグラデーションを塗った楕円2つ並べてあります。で、複製をしてこちらの方をですね、オブジェクトメニューのブレンドで作成をします。で、ブレンドツールでオプションを出しまして、ここで間隔を距離で、この場合は6ピクセルにします。で、プレビューにするとまあこんな感じですね。 OK を押します。そしてアピアランスのパネルの効果のメニューからパスの変形ラフを選びます。で、これもプレビューにしておいて、サイズこの場合は 50% ぐらいかな。で、詳細はじゃあ67にしておきます。大きさによって変わりますので、プレビューを見て確認してください。で、これで準備ができましたので、テキストを入力してですね、それに沿ってペンツールで線にしています。で、一つ一つですね、置き換えていきますので、まず複製をして C ですね、 C からブレンドのブレンド置き換えを実行します。これ一つ一つやっていきます。 A の場合は2つパーツがありますので、まずは横の棒ですね、これもブレンドを置き換え、そして T の上の部分選択してブレンドを置き換え、同じですね、これもブレンドを置き換えということで、まあ、完全に置き換わりました。で、こんな形でまず線を描かないといけないので、今回はあの CAD っていうテキストツールで文字を打ってですね、で、それをベースにしてペンツールで線を作りましたけれども、まあ、いろんなやり方があると思います。こんな形でロゴができました。